どうも、テルエモンです。今日なんですけども、3次元CAD利用技術者試験2級の、昔作ったですね、理解度確認丸4テストっていうのをやっていきたいと思います。これまで丸1、丸2、丸3と動画アップしてきてますが、注意事項は一緒でして、かなり昔に作った、問題ですので、ちょっと今と、だいぶ変わってきているところがあるかもしれませんよというところですね。あと、こう、間違ったこと言ったりするかもしれないですけど、もしもご指摘は、コメント等でですね、いただいてもいいんですけれども、それでちょっと落ちたよとかってクレームは、しないでいただければなと思います。それではですね、早速やっていきたいと思います。今回丸4ということで、基本的には第4章の部分ですね、がメインに、作った確認テストになります。これは昔のガイドブックですけども、公式のガイドブックや過去問から、ちょっと抜粋して、自分の方でワードで、作ったものになっています。はい。その説明1、3次元モデルの形状修正が可能な CAM システムもある。これは丸ですね。どうしようかな。CAM ってものから説明していくとあれですが、通常3次元での形状を作ったり修正するのは CAD っていうものなんですが、CAM っていうのは基本的には、加工するですね、プログラム、削ったりするためのプログラムを作ったりするシステム、ソフトウェアになるんですけども、基本的には3次元 CAD データを取り込んできて、それで加工するプログラムをですね、作っていくものなんですが、三次元モデルを取り込んできて、一部こういう修正ですね、することも可能な CAM システムもあるよということで、これ丸ですね。丸に、旋盤加工は CAM の対象ではない。これ×ですね。旋盤加工っていうですね、円筒をですね、ぐるぐる回転させて、それに刃物を押し当てて、こう削っていく旋盤加工っていうものがあるんですけども、それを加工するプログラムを作る CAM ソフトウェア、CAM システムというものもあるので、ここ対象ではないと言ってるんですが、あるので×ですね。はい。設問3、切削加工 RP では加工法の検討も行える。ですね、RP っていうのはですね、ラピッドプロトタイピングっていうんで、高速試作って言われるものなんですけど、高速に試作するための切削加工する機械のことを切削加工 RP 機って言ったりはするんですが、それでもですね、もちろん加工法の検討っていうのもできます。で、この丸ですね。はい。設問4、積層造形 RP 装置において、より短時間でモデルを作成した上を積層ピッチを小さくする。これパスですね。これ今でいう 3D プリンターの方ですね。10年以上前は積層造形 RP 装置って言ったのかな。今も言ったりはするんですけど、今、3D プリンターっていう言葉が馴染みあるかと思いますが、スイフィーターと思ってください。積層ピッチを小さくすると、細かくすると、より時間かかってしまうので、短くしたいなら積層ピッチをですね、大きく、する必要がありますよね。で、この説明はパーツという形になりますね。はい。続いて、設問5。DMU ツールの機能には寸法測定や断面表示がある。丸ですね。DMU というのはデジタルモックアップツールっていうもので、ビューアーとかって言ったりもするんですけども、3次元データは作れないんですけども、3次元データを開いて、形状を確認したりですね、ここに書いてあると寸法測定したり、断面を表示したりすることができるツールですね。3次元CADよりも安価に使えるツールのが一般的で、無償のものも多いというところですね。寸法測定、断面表示するものであれば、無料のアプリとかですね、ブラウザーで開いてみたりとかできるものが、今はあるかなと思います。設問6、コラボレーションツールとは設計製造の現場において、一つの場所に集合して行う打ち合わせを円滑に進めるためのツールである。これ、×ですね。一つの場所に集合せずに、いろんな場所からこうアクセスして、打ち合わせできるツールですよね。特に今こういったコロナ禍で、離れた人とも、打ち合わせとかしたりするとかと思うんですけども、それにコラボレーション、投下の人もできるツールのことを言うので、ここ、バツですね。一つの場所に集まる必要はないということですね。設問7、CA の構造解析では有限要素法が主流として使われている。これその通り、丸になります。有限要素法っていうですね、メッシュを、構造物をですね、メッシュで細かく分割して、計算させる。
方法が汁になります。構造解析ですね。のは、有形さんが汁です。丸です。質問8、視認性シミュレーションでは、部品が移動経路を通るときに、その部品が使用する空間を表示することができる。っていうところですね。視認性シミュレーションでは、部品が移動経路を通るときに、その部品が使用する空間を表示することができるっていうところですね。この辺ちょっと難しいな。視認性のシミュレーションっていう説明ではないような気がしますね。視認性だと人が見ている視線のシミュレーションになるので、操作するスイッチだったり、こう、人が手が届くところにあるかとか、視界とかの話になるので、視認性シミュレーションの説明書は×じゃないかなと思いますね。はい。質問9。電気ケーブルやコモホースなどいった重要な物は3次元モデル上で経路検討を行うことができない。まあ、×ですね。これ10年前から、ですが、行えるようになってますね。はい。設問10。板金加工は CAM の対象に含まれていない。これはですね、板金加工も CAM の対象になります。はい。あ、なんだろう。この設問8って視認性じゃなくて、これ組み立て性シミュレーションの説明のような気がしますね。はい。まあ、視認性ではないよなっていうことで罰にしましたけど、まあ、こういったことを推理キャラとか、推理キャラとか DME2 ではできますけどね。はい。続いて設問11。RP を利用することで試作にかかる時間を短縮することができる。設問11。こちらは丸かな。RP っていうのはさっき言ったのは高速試作、ラピッドプロタイピングっていうことなので、早く試作をするってことなので、高速試作にかかる時間を短縮することができる。まあ、RP っていう機械、今で言うと 3D プリンターですね。使うとできるよってことですね。試作を短縮することができるよってことですね。まあ、設問中に CE や CAM でデータを利用するときなど、一時的に形状の修正が必要な場合に有効な機能として、履歴の抑制がある、丸かな。一時的にこう穴を塞いだりとかフィレットを外したりとかっていうのを、まあ、削除なくて、履歴を抑制して一時的にこう、それを行うような状態の形状にするっていうのはやることなので、これ丸ですかね。設問 13CE のポストプロセッサーでは、材料特性や荷重条件など設定することができる。ですね、CAE の順番としては、プリプロセッサーっていうのが最初前処理ですね。その後ソルバーで解析を実行して、最後ポストプロセッサーっていうのは結果を表示するものなので、最初の設定はそのでこれポストプロセッサーじゃなくてプリプロセッサーになるので、これ×ですね。ポストプロセッサーは結果を表示するものになりますね。はい。設問14、CL データの CL とは、まあ、これカッターロケーションですね。カッター、まあ、工具の、位置、経路ですね。CL とは数値制御工作機械において工作物に対する工具の位置をそれに対応する数値上で指令する制御方式だ。あ、説明しちゃいましたが、そうですね。最後、ここですね。数値情報で指令する制御方式で、数値にするのは NC データかな。ヌメリカルコントロール。NC データですね。CL はあくまで、工具の、なんだ、動きとか経路だけなので、それを数値制御の指令に変換ってなると NC データになるので、これちょっとバツか。ちょっと一瞬丸かなと思いましたけど。CL データ、と NC データって、まあ、似てるんですけど、CL はあくまでカッターロケーション
ですね。カッターのロケーション、カッターの位置、まあ、工具の位置、上部ですね。で、NC データというのはヌメリカルコントロールで、まあ、数値を制御したものですね。ここで言うと数値情報、って言ってますので、これは NC データのことだから×っていう回答するのが試験上正しいのかなとは思いますね。うん。はい。ちょっと、うん、に、ま、真面目に使ったりするっちゃするんですが、試験上は、これ NC データのことかなと思いますね。設問15、接触式三次元測定器の最大の特徴は、対象者の局面から膨大な点を高速に取得できる点である。これ、×ですね。これ、非接触式三次元測定器の話ですね。接触式とこうポイントポイントでこう取っていかなきゃいけないので、たくさんの点を取るには、たくさんのコース、たくさんこう、プローブをですね、プローブっていうものをこう、面に当てていかなきゃいけない。非接触ですと光バーって当ててですね、一気に点を取得することができるので。接触式ではなくて、これ非接触の話なので、これバーツですね。接触式ではないってことですね。はい。続いて、設問16。リバースエンジニアリングは、点群から SE データを生成して、三次元 CAD に取り込み、再度モデリングを行う。丸かな。このリバースエンジニアリングっていう言葉は、まあ、いろんな業種で使われてるんですけども、まあ、通常と三次元 CAD のデータとか、その CAD データとか、そういう設計データからものを作るんですけども、リバースってその逆で、現物からデータを作ることをリバースエンジニアリングですね。現物、アナログのものをデジタル化することをリバースエンジニアリングというので、まあ、そこで言うと、整理付けながら、点群データを取得して、そこから SD データを作って、三次元データに取り込んだり、まあ、三次元データ化したりとかですね、再度モデリングしたりすることを、まあ、そうですね、リバースエンジニアリングというと、これ丸ですかね。はい。設問17、DMU ツールを使い、軽量化したデータでやり取りを行うことで、衣装や組み立て性といった情報の流出を防止することができる。衣装や組み立てセットや情報の流出、まあ、DMU は三次元、キャド、三次元の形を、見ることができるものなので、衣装や組み立て性の情報は流出しちゃいますよ。ので、パーツかな。まあ、キャドで作った作業履歴とかまでは、データいかないので、そういった、なんだろうな。モデリングノウハウみたいなのはちょっと、渡らないと思いますけど。まあ、形状は見えちゃうので、衣装は、もちろん形状は見えちゃうので、情報の流通はしちゃうって、パツかなと思いますね。うん。ちょっと難しくしますね。設問18。三次元モデルの可動部に、各種機構動作を設定し、仮想施策としてメカ動作検証を行うことができる。これはできますよね。うん。まあ、10年前からもできたんですね。うん。今もできます。今はもちろんできますね。説明19、CA の基本プロセスの一つであるソルバーとは三次元程度のメッシュ分割を行うプロセスのことである。これ、バツかな。そういったメッシュ分割をしたりとか、事前の準備をするのは、プリプロセッサーですね。ソルバーは、解析を実行する、まあ、エンジンのようなことをしますよね。設問20。CAD では三次元モデルをもとに測定命令を生成し、測定器を制御することができる。これで楽しいの。CAD って、まあ、コンピュータ域とテスティングなんですけども、これ教科書に合ってんのか、三次元モデルをもとに測定命令を生成し、測定器を制御する。これもまあできるものもあるから、丸か。うん、まあ、そういったことをするのをまあ CAD っては言うので、丸じゃないかなとは思いますね。うん。はい。うん。では次、設問21。コラボレーションツールでは三次元 CAD のネイティブデータを使うのが一般的である。ネイティブデータ
ターでやることもあるんでしょうけど、一般的っていうのはちょっと難しいです。データ変換したら軽いデータでやったりしますんで、バーツかなと思うんですけど、一般的ってそれ多分もしかしたらこれ会社によって違うかもしれないですけどもね。説明にちょっと難しいけど、ネイティブデータを取り込んで湧くんですけど、最終的にはネイティブデータじゃなくて、そのコラボレーションツールのデータフォーマットに変換して、いろんな形になるかなとは思いますけどね。はい。次、設問22、DMU ツールを使用することで、実際の模型を作成せずに、製品の開花などの比較検討を行うことができる。まあ、これ丸ですね。はい。デジタルモックアップなので、デジタル上で、まあ、モックアップって、試作とかですね、デジタル上でモックアップ試作をして、実際の模型を作成せずに比較検討することですね。丸ですね。その通りですね。設問23、制作加工 RP では3次元 CAD で作成した形状データを変換することなく読み込んで試作品を制作することができる。制作加工 RP では3次元 CAD データで作成した形状データを変換することなく読み込んで試作品を制作することができる。まあ、CAD CAM って同じソフトウェアであれば変換することなく読み込んでできるんですけど、多分ここでの意味は×なんじゃないかなと思いますね。制作加工 RP っていう機械の方に基本的に変換して持っていくということなので、罰かなと思います。ちょっと今の時代ちょっとシームレスにこういけたりするのもあるとは思うんですけど。はい。ちょっと今の時代にちょっと合わないちょっと質問かもしれないですけどね。はい。質問24、CAU は、機械、電気、電子、検知科学の分野で適用されている。いろんな分野に使われているのでもあるじゃないですかね。まあ、シミュレーションです。構造解析と。電気の解析とかですね。一番の解析とかありますよね。設問25、試作品を数個程度作成する必要がある場合に、RP により作成したモデルを真空中継や中継のマスモデルで使用することが、あることもあるですね。すべてで作ったモデルをマスターにしてですね、真空中継とか中継用のマスターにするってことはありますよね。はい。はい。では続いて、ここからまた違う質問の仕方ですが、まあ、適切なものを3つの場から、どれか選びなさいよという問題に入っていきます。はい。設問26、CA のポストプロセッサーで行う処理として、適切なものを次の人がいくと。ポストプロセッサーの話何回かしてもさ、結果を表示するものだよって言ってましたが、3次元CADで作成した製品モデルの形状を解析用に変更する。解析用に変更するんじゃなくて、2番はこうですね。解析結果を表示して構造的特性を評価する。ポストベースは2番ですね。はい。質問27、製造組み立てシミュレーションに関する説明として適切なのは次のうちどれか。見やすい使いやすさを考慮して設計することで製品の持つ付加価値を高める。製品組み立てシミュレーション。何かそうに、設計段階で製品の評価を行うため、設計変更にかかるコストとコースを多めに削減することができる。1の2も、まあ、3次元的な活用としては間違ってないですよね。で、3番、製品組み立て時の部品間の干渉回避や空間の確保を禁止することができる。製造組み立てシミュレーションっていう、説明としては3番が一番適してるのかな。まあ、そうですね。製品組み立て時の部品化の干渉回避や空間の確保を検証することもできるのは製品組み立てシミュレーションですね。はい。1の2も別に 3D データの活用としては合ってますが、まあ、製造組み立てシミュレーションとしては3番が適切かなと思います。設問28は、CAM における処理の中で CL 計算より後に行われるものとして、適
適切、不適切なものか、不適切なものどれかと。これ加工指示ですね。加工指示をすることで CL っていうが出来上がるんですね。加工指示、これに加工してほしいよって指示をすると、CL カッターロケーション、工具の位置っていうのが計算されて出てくるという形ですね。その CL データを、ポストプロセッサーで処理して NC データにして NC 加工するっていう流れですかね。設問29、CAM システムで製品モデルデータを活用する際に部分的に面をオフセットすることがある。その理由として適切なものは次のうちどれか。1番かな、残し資料を取るため。2、工具が各部を通過するように動かすため、加工の誤差を調整するため。要はオフセットして、本来削るもの、削る、仕上げて削るところまでよりも、ちょっと残した形で、一回削って、最後、残った部分を、まあ、丁寧に削っていくっていう。それが最後、最初、粗くばーっと、ちょっと仕上げで作る部分を、削る部分を残しといて、わーって削って、1ミリとか、残しといて、最後1ミリは、ゆっくり削るとかですね。そういった丁寧に削るっていうことです。だから、オフセットして、面をオフセットして、残しを取るためってことですね。これ1番の、答えですかね。はい。続いて、その設問30ですね。キャットの機能として適切なものは次のうちか。コンピュータイトテスティングですね。3D スキャナーとかそういう話ですね。1、3次元データを利用した様々な文章を作成するではないですね。文章を作成じゃないですか。2、製品が取得した測定データと3次元モデルを比較検証する。2ですね。マシンセンターによって試作品を作成する。これは CAM とか RP の話かな。はい。2ですね。質問31、積層造形 RP に関する説明として、不適切なものを次にしておく。今で言う 3D プリンターですね。積層造形 RP。はい。1、作成の際には SD データが多く用いられる。丸ですね。2、複雑な形状の加工は難しく、装置を操作するために知識や熟練が必要だ。これ、バツだ。3、試作品の用途や必要な材質を考慮し、試作方法を決定する必要がある。丸ですね。2が不適切かな。まあ、3プリンターと複雑な形も作りやすくて、そこまで熟練な、技術が必要ではないってことですね。もちろん、3プリンターを活用するノウハウっていうのはありますけど、そこまで熟練した、技術が必要じゃないっていうのは一般的かなと思いますね。気軽に使えるというのはいいところですもんね、3プリンターの。はい。もちろん全てによって様々ですけどね。はい。質問30に DMU ツールを使用するメリットとして適切なものは次のうちどれか。DMU はデジタルモックアップになりますが、1、3次元キャドより複雑なモデリングができる。これは罰ですね。モデリングはできません。3次元キャドでモデリングしたものを取り込んできて、いろんな検証ができるとですね。2、情報流出を完全に防ぐことができる。これも罰だよな。形状は見れるので。3、3次元キャドでは難しい大規模アセンブリのネット経由のデータ記録が可能になる。3が正解ですかね。データを軽くして取り込んできて、ネットを介していろんな人とこういう共有できるコラボレーションするっていう機能もあったりするものもあるので。まさか答えですかね。はい。設問33。コラボレーションツールでもちろんデータフォーマットで不適切なもの。VPN かな、これちょっと違う分野の言葉ですね。Java3DX を入れば水データ。のフォーマットですもんね。はい。1が違うよとこですね。質問34、製品形状モデルを CA システムで使用する際、活用する際の説明として適切なものは次のうちどれか。CA システム。1、応力を求めることが目的である場合には、製品形状を簡略することはない。簡略化することもありますね。複雑な形で時間がかかったりするので。はい。なので、パーツですね。2、微小サーフェスの修正及び直径をプリプロセッサーで行う場合もある。
まあ、丸ですかね。CAD じゃなくて、その CA のソフト上でやる場合もあるよってことで丸だと思うんですね。で、3、CA で解析を行う場合、製品形状モデルを編集することはない。まあ、編集することはありますね。この簡略化と一緒ですけど、簡略化させたりする場合もあるので、適切なものは2ですね。はい。35、加工時にピン角、シャープエッジを削り出すことを目的に行うモデルの修正として適切なものは次のうちどれか。これ、CAM の話ですね。うん。実体の外へ面を滑らかに延長する。うん。これが丸かな。周辺の面や線から面を張り替える。張り替えるではないです。範囲指定によるオフセット。オフセットはさっきの残しの話なので、面をこう伸ばしまして、なんだろう。そこの、刃物はですね、こう、その面を伸ばした状態、その面のと伸ばしたところまでこう行き過ぎるっていうんですかね、ポンっていけると、こう綺麗に、端のところに仕上がるので、よく使うテクニックですね。一番かなと思いますね。はい。質問36、CAD を導入するメリットとして不適切なものを次に取れるか。コンピュータイトテスティングですね。スイスケなどの話ですね。不適切なものですね。一番は、凹凸の激しい複雑な形状における検査時間の短縮。検査時間の短縮は合っていると思うんですね、丸。に、試作品制作にかかる時間。試作品を作るのは RP の方なので、CAD ではないので2が×ですね。で、3番、3次元測定器の検査時間短縮。はい。検査時間短縮はあったんですけど、試作品ではないですね、CAD は。はい、なので2は×。試作品を制作するのは RP ですね。2が×と。37、VRML フォーマットに関する説明として適切なものは次にどれか。VRML の話か。三次元経路データはポリゴン化により軽量化している。うん、これかと思うんですけどもね。2番、三次元経路データは曲面形式のまま軽量化している。3番は、点群化により軽量化している。で、VRML はポリゴン他により軽量化しているだと思いますね。うん。はい。質問38、これで最後かな。RP システムにデータを渡すために広く使えてデータフォーマットを次のうちどれか。RP は今で言うと 3P ですね。3P でよく使えてるフォーマットは STL ですね。3番の STL になるかなと思います。はい。といったことで、まあ、38問。ちょっとやってきましたが、基本的には、第4章のところで出てくるのは、まあ、DMA とか、あ、DMU とかですね。CAT、CAM、CAE の部分ですね、の問題が、多いですね。まあ、ガイドブックの方にもそういうのがいっぱい書いてある。リバースエンジニアだとかですね。この辺はですね、ガイドブックを読んで、きちんと問題に答えるようにしてですね、しておくといいかなと思います。はい。でですね、まあ、ちょっとこう、うん。まずはその CAE、CAM、CAT、今で言うと 3D プリンターかな。あと DMU か。その辺のところを、まあ、もちろんその CAM と CA をこうごっちゃに関して、CAM は加工、CA は解析とかですね、CAT は検査とかっていう形できちんとまず覚えるってことですね。それだけでもこう答えやすくなるかと思いますので。まあ、今回のだいぶ古い問題ですが、今もこういった問題に似たの出るかと思いますので、まあ、参考にしていただければと思います。はい。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。